次に、関数とは何であるかという復習をしましょう。関数とは、このような機械だと思ってください。こちらから数字を入れると、こちらから答えが出てくる、というものです。まさしく、コンピューターそのものです。例えば、このコンピューターが、入ってきた数を、3倍して、7を足す、というコンピューターであるとします。すると、こちらから、10を入れると、それを3倍して、30、そして、7を足して、37という答えが出てきます。このように、ある数を入れれば、それに対応した答えが出てくるようなものを、関数、と言います。そして、この、入れる数のことを、x。そして、出てくる答えを、y、とすると、この時の式は、3x たす7イコール y となります。この式のように、x と y の関係を表している式を、関数の式、と言います。この部分は、x の一次式になっているので、この場合は、一次関数、と言いました。さらに、この式の場合は、二次関数と言います。ここが、二乗になっているからです。